は三角の癒しなので、いかんは気にして。反町院長はこの件については警察マターなるので、我々がそれについてコメントすることはできない。大量から離脱する云々は JFA が決めたことなので、コメントすることはできない。これはもう見守ることしかできないと業界の立場としての言及は避けた。一方で、疑惑を招いた伊藤の行動自体については視点として彼も一人のプロ選手として、しっかりと自分のことを見失わせる必要があるとは個人的には思っているとの見解を示し、その話を技術委員会で話すことはなかったと語った。ほらな、業界は伊藤気にしてもう関係ないスタンスなんだよ。冷たくて臭せいか愛があったかのように言うな。とりあえず試合を振り返るだけで森安のことを素晴らしいと評価する。これが JFA クオリティ。汚ったんだよこれは。下手にかばうと友倒れやからな。代表戦当日夜だろ？舐められすぎだろう、そりゃどういう管理してんだって話になるわな。普通の会社なら上司や社長が謝罪してもおかしくないのに、代表期間中の出来事にもかかわらず自分らは全く関係ないスタンスか。既婚者がどういう成り行きでも女とホテル行くなで終わりだろ。